ご覧いただいている海はですね、日本海または津軽海峡ということになります。こんな感じでね、福島町なんかをこう最初通っていって内陸の方に入っていくんですね。福島町でございます。そして知内町というところを通って海岸線に出ていって木古内の方に向かっていきます。ここにね、知内郵便局っていうのが見えておりますね。知内町に入ってきているんですね。夕暮れ時になってきております。気がついたら今僕はここにいた。そしてですね、引き続きバスに乗って、ちょっとね、カメラによってですね、時間の関係性が前後いたします。この映像はですね、まだ木古内についていないんですね。もうすぐ木古内に着くのかなと思うんですけども、そして木古内の駅前のバス停に到着いたしました。ここからね、第三セクターの電車やリーゼルカーに乗っていくんだけども、ちょっと時間があったので駅前をプラッと歩いて、五目チャーハン的なものをね、小さななんか喫茶店的なところで食べて、食べましたね。そして函館駅に到着いたしました。本当はね、この日の夜はね、ネットカフェに泊まろうかなと思ったんですよね。五稜郭の駅の近くの方のある。だけど、草飯食ってるか、食ってるよ。ホテルテトラでございます。カーテン閉めてますけどね。このホテルね、なんとね、宿泊費2000いくらでございます。チェックインするとね、地方復興、なんだろう、キャンペーンで2000円分のお寿司がタダでございました。振興復興券っていうんですかね、2000円相当の券をもらって、それを使ってタダでお寿司が食べられると、いいですね。気がついたら今僕はここにいた。北海道のね、松前からバスに乗ってね、木古内の駅を目指しておりました。もう地津内町を過ぎて木古内町に入ってくるところでございますね。津軽海峡沿いでございます。木古内の駅でね、バスからね、電車といってもディーゼルのね、列車といっても確か1両編成だったかもしれませんけども、そのね、なんていうんですか、汽車っていうんですかね、ちょっと待ち時間があったんですね。昔はですね、江差線とかね、松前線とかね、そういうのが走っていたんですけどね、もうめっきりそういうのはないんですね。そして、乗り込んで函館駅を目指しております。途中北斗市なんかをね、通過していきますね。2020年の夏にね、自転車旅行で来た時はですね、北斗市のね、ホテルに泊まったんですけどもね。で、函館市内のホテルに泊まることに しましたね。本当は五稜郭の近くのネットカフェにしようかなと思ったけど、それよりも安くてね、泊まることができたのでホテルに泊まることにしたんですね。函館の駅から歩いてね、テトラというホテルに向かいました。地域振興券みたいなやつ2000円分もらってですね、ただでね、お寿司が食べれましたね。夜の函館でございます。そして次の日でございます。3月24日かだったかな。自転車に乗って倉庫街を走行しております。フェリーの乗り場までね、自転車で移動することにしたんですね。ちょっと駅から離れていたんですね。こういう時自転車があると便利なんですね。こんな感じで移動したんですね。五稜郭の駅の方が近
近かったかもしれませんね。ちょっと雨が降りそうで不安だったんですけども、なんとかフェリーの時間に間に合いました。気がついたら今僕はここにいたということですね。青森県の大間を目指して船に乗り込みましたよ。撮ったカメラによって時間的に前後いたします。函館のホテルを出たところでございます。函館の駅の近くでございます。ホテルの前から自転車に乗ってですね、フェリーの発着場まで行って、そして函館発大間行きの船フェリーに乗り込んでおります。津軽海峡フェリーでございます。値段が1840円ですね。スマホに充電しながら撮影しております。函館港を出るところですね。ちょっとよどんでますかね。空もちょっと曇ってますかね。窓のせいかもしれませんがね、船内はガランとしておりますね。自動販売機も完備しております。僕が映っております。場所的にはね、五稜郭とかね、そっちの方にあるんですね。ちょっと自転車で移動したしましたね。前日にこの近くのネットカフェに泊まろうかなと思ったんだけど、ネットカフェからここもね、結構ね、自転車で距離があってですね、めんどくさかったので、そんな感じになっております。函館港の様子でございます。同じフェリーはずーっと昔にね、車でね、使ったことありますね。もう30年以上前の話かな。あ、30年よりももう手前だね。あれは2000年ぐらいだったから20年ぐらい前かもしんないな。気がついたら今僕はここにいた。北海道の函館からフェリーに乗って大間を目指しております。函館大間フェリーっていうやつですかね。津軽海峡を渡っております。ちょっと空は天気が良くなかった。しましょう。野々地自転車全国市区町村旅、旅471から481日目でございます。2021年の3月19日か29日間の旅でございます。2021年、まあ、いや、ここは消しちゃおう。東北旅、落ち妻、輪行旅ということにしました。前にもね、似たような旅をやっているんですが、まあ2回目にしようかな。まあいいや。これね、まだね、そうだな、一番ね、今回の旅で一番若い場所、一番若い場所、この辺が一番若いので、26周目だね、一番若いのは。なので前回はちょっとね、沖縄の旅で12ってやったんだけど、26周目このシーズンだな。もうなんかあんまり関係なくなってきたんですけどね。26周目にします。ですね、まあ早口でやっていきましょう。東北のね、自転車旅ということになっております。東京からね、青春ジャッジ切符を使ってですね、秋田県の井川というところにたどり着くわけですね。もうね、3月ですから、日がもう暮れてね、真っ暗になっております。初日のね、ミッドナイト、まあ夜の自転車旅ですね。ここから出発して五条目、八郎潟町、大潟町、小賀、そして片上というところまで行って、臨港してですね、
秋田市内のネットカフェに泊まりました。次の日ね、輪行して三種まで行きまして、国会自転車に乗って能代八方っていうところまで行って、輪行して能代駅を東能代駅かな、そこへ乗り換えて、大館駅まで輪行してですね、バスに乗って小坂まで行きましたね。そこから自転車に乗って数野っていうところまで行って、地震がこの時起きたんですけどね、ちょっとね遅れて鉄道を待って、そして、輪行して、大館市のネットカフェに泊まりました。次の日ね、雨が降っていたので、いろいろ迷って青森に行くことにしたんですね。輪行してね、そのままですね、津軽線の方に行って蓬町を通り抜けて外ヶ浜、この時は雨降ってましたね、一応降りたんですね。で、次の電車に乗るみたいなことをやって今別、そして新幹線に乗って福島通って、そして、知内町、トンネルの中だね、この辺はね。で、木古内まで行って乗り換えて北斗市を通り抜けて函館駅まで行って、そして乗り換えて、七尾を通り抜けて森を通り抜けて、八雲まで行って泊まるんですね。で、次の日、鉄道に乗って長谷部町まで行って、バスに乗り換えて今金っていうところまで行って、自転車に乗って瀬田名まで行って、またバス輪行してですね、今金っていうところを通り抜けて長谷部町まで行って、鉄道輪行して八雲まで行って、また泊まって安宿ですね、ゲストハウスみたいなところに泊まってですね、そしてバスに次の日ね、バスに乗って八雲町、乙部町、そして江差しまで行って、バスを乗り換えて上の国町、どっかで降りたかもしれないな、ちょっと忘れましたけども、ここを通り抜けて、そしてどっかで乗り換えて松前町に行って、そして、福島町をバスで通って支流地町をバスで通り抜けて木古内町で輪行し、列車に乗り換えてですね、輪行して北斗市を通って函館市行って函館市で泊まったんですね。次の日船に乗って青森県のね大間まで渡って、ちょっとねタクシーも使ったんだけど、タクシーで降りる場所を間違えてしまってですね、大間市内のところで降りてしまって、でそこから急いで自転車に乗ってね、ここのところまで西まで行こうかなと思ったんだけど、次のバスの時間が迫っていてですね、境付近まで行って引き返して、もうギリギリでですね、バスにね輪行袋の中に自転車を入れて乗ったという、もうちょっとねよく考えてはよかったなと思ったんだけど、またねいつか行けるとチャンスがあって行きたいなと思いますね。ですね、そしてこの風間浦というところを通り抜けて、ここはバスで通り抜けたんだな、バスで通過、バスで通過、そしてむつ市ね、むつ市でどっかでねバス一回乗り換えたかな、都営休憩で降りたのかな。そしてね、東通り村とどっかで降りて自転車に乗って東通り村に入って、そして三津市に自転車で入っていって、大港へ、なんだっけな、なんとか港駅、下北駅かな、どっかで輪行して1個終点まで行って折り返すみたいな、
カフェに泊まったわけですね。次の日は、臨行して岩手県の八幡平、
てないね、これ間違っておりますね。これが正解のデータでございます。ちょっと島台
らね、2年生入ってないね。あいつから行きたいなと思ってますけど、ちょっとね。で、位置関係ね、この位置関係の表もね、ちょっとね、今回の旅で、番号がね、結構埋まった感じになっております。スタート地点は東京都の世田谷区でございます。東京都の世田谷区からぐるぐる回って、番号をつなげていっておりますが、番号中的にはもう小笠原のね、番号がつながっております。そしてですね、今回の旅で前回はですね、前回はこのね、26周目の、26周目っていうのは、三重県、奈良、京都、大阪府、兵庫のね、この新温泉町までつながっていたんですが、今回の旅でですね、男鹿半島とかも行きましたから、ここら辺がずっとね、番号がつながったんですね。で、ここがずっと行くと、最終的には、ここはね、まだ自転車では走れないですけど、東松島まで行くわけでございますね。そしてその続きが、27周目になりまして、で28周目も29周目もつながっております。30周目31、33周目のですね、岡山県の茨っていうところまで番号がつながっております。この後がね、まだちょっとつながってない状態になっております。で、今回の旅の範囲はですね、この井川というところから始まって、この目を通って橋道型を通って、尾形を通って、小川を通って、片上まで来て、列車に乗って秋田市まで行って、また次の日輪行してですね、ここら辺は何周目かっていうと、26周目のエリアなんですけども、次の日は、この三種というところから自転車に乗って、能代から八方っていうところに行きましたね。この八方町ね。そこからまた輪行して乗り換えて、大館まで行って、バスに乗って小坂まで行って、自転車に乗って、カズノまで行って、地震が起きてね。で、その夜は、大館まで行きましたね。次の日、列車に乗って雨が降っていたので、北の方に行くことにしてですね、青森県の青森まで、どこかな、輪行して乗り換えて、蓬田、もう通り抜けて、今別とかも通ったかな、外ヶ浦、そして今別を通って、北海道のね、福島、知内、木古内、で北斗、函館市まで行ってから、また、七重っていうところを通り抜けて、森を通り抜けて、八雲っていうところまで行きましたね。次の日は、長万部まで輪行してバスに乗って、今金っていうところまで行って、自転車に乗って丹沢まで行って、バスで引き返して、そして八雲まで戻って、次の日ね、バスに乗って大戸部っていうところを通り抜けて、江差しまで行って、そしてバスを乗り換えて上の国というところまで行って、乗り換えて松前まで行って、そしてバスに乗って福島、ここね、もう今回はバスなんだね、バスね。青函トンネルで通ってきたのが、今回はもうバスということになります。本当はね、自転車で
レシートがあったんだけども、時間がなくてですね。で、木古内で乗り換えて、北斗市を通り抜けて函館市内でこの日は泊まるということですね。次の日の朝、船に乗って大間まで行ってタクシー使ったんだけど、タクシーを使ったんだけど、このね、サイのね、国境というか、境付近までしか行けなかったというね。で、結局、むつ市内からバスに乗ってですね、東通り村ね、東通り村、そして、東通り村を通って、むつ市でまた乗り換えてですね、どこだっけな、東通りっていうところ、自転車に乗って東通りに入って、そして自転車でむつ市に入って、そして輪行してですね、ここら辺、列車で通り抜けたんですけども、野辺地で乗り換えるんですね、野辺地で乗り換えて、平内を通り抜けて、青森も通り抜けて、秋田県のね、大館まで行って泊まったということですね。次の日、輪行してですね、岩手県の八幡平まで行きます。八幡平ね、ここまで輪行しますね。大館から乗って八幡平。ここから自転車に乗って、二戸まで行って、そしてバスに乗って、九戸まで行ったんだね。そして自転車に乗って、軽前まで行って、自転車で二戸を通って、そして三戸どこかな。三戸を通って、タッコまで行って、引き返して三戸まで戻って、そして輪行してですね、八戸まで行ったわけですね。八戸で止まって、次の日バスに乗って五戸に行って、そして、五戸も今回旅してるので、これはこう内側に入れたいね。この辺から自転車に乗って、信号っていうところまで行って、自転車にまた戻って、ここからバスに乗って、八戸に泊まって、この日はね、早くホテルに泊まるんですね。まだ明るい時間帯に。そして次の日の朝ね、輪行して、この辺の橋上とかね、広野っていうところを通り抜けて、9時まで行くわけですね。9時。で、三陸鉄道に乗り換えて、野田町で降りて、また普代でも降りて、で、その次のね、田野畑っていうところでも確か降りたと思います。で、その後はですね、三陸鉄道に乗って、岩泉でも降りたと思うんだよな、ちょっと忘れちゃいましたけど、で、小宮で乗り換えて、山田駅で降りたかどうかちょっと、VTR を見ないとわからない状態、置いてないかもしれない、通り過ぎただけかもしれません。そしてそのまんま、このね、大槌町を通り抜けて釜石行って、釜石から一駅進んだところで止まったわけですね。で、次の日また輪行してですね、この隅田を通り抜けて遠野まで行って、折り返してまた隅田を通って、釜石まで戻ってきて、乗り換えで輪行して大船渡まで行って、大船渡に自転車に乗ったかな、
そして陸前高田でも自転車に乗ったかな、ちょっと忘れちゃったな、乗ったかもしれませんね。それで気仙沼までね、この日は泊まったんですね。雨が降っていたのを覚えております。そして次の日ね、バスに乗って三陸町まで、南三陸町まで行ってる、ここら辺宮城県ですね。でまたバスに乗って、ですね、東の登米っていうところから列車輪行してですね、石巻とかね、涌谷を通って石巻を通って涌谷を通って、三郷のね小五段まで行って、そして東京に帰っていくというね、そんな感じでございますね。